ヌンチャクの攻撃が非常に強化されるという特徴があります。そもそもするようなリアクションが出るやられが、空中コンボ指導のやられに変わるっていったような特徴があるので、かなり、強くなっています。おはべゆりが取れるの技がヒート中のみ相手のガードを、まあ、破壊するというか、ガードブレイクみたいな効果があって、より有利フレームを取りながら圧倒できる。そうです。剣セブンとの大きな違いは、受け止めたダメージが回復が可能ゲージとして残るので、ただただ食らうだけじゃなくて、あとからそこを起点に反撃していけば、その分は回復で戻るだろうから、はい、また攻めれば戻ってくるんで割り込みやすくなる。そうなんだ。お互いやっぱりしっかり手を出す方がやっぱり有利になってる。これもコンセプト通りなんだ、ね、そうですね。ただまあもちろんまあ、プロレスだし、今回筋肉を失うので、まあ、その走る新アクションが追加されてるんですけども、その新アクションが突進しちゃうと、もうそんなのは関係ねえって感じで突進してきて、二択を迫るようなことができる、はい、で今回、レイジャーズは、共通のコマンドになっております。で大ダメージがいくと、はい、いうことで、まあ、必ずしもレイジアーツを出すのが正解ではなく